潜入調査、北朝鮮の日常生活っていう記事があっあ<ー>かちょっと興味深いですね。ミサイルを毎週ぶっこんでる。そうですね。2>, はい、え2、2> 3週間前に、あのー、はいえー 北朝鮮の中にジャーナリストが100人ぐらい退去して訪れたっていうのを、軍事パレード見たっていうのを皆さんご存知ですかね、あの軍事パレードやりましたけど、その時に外国のジャーナリスト、確か100人ぐらいを集めて、ですね集団でなんか行って、取材をしに行った時のことがあるんですよ、でそこ行く前に、ですねワシントン・ポストの記者が、僕、今から北朝鮮に行きますと、あの謎の国に行きますと言うんですけど、何か北朝鮮に対して、あのすごいミステリアスだから。 僕、見てきますから、うん、あなた、皆さん言われた通りに見てきますから、うん、質問ありませんかなるほど。うん、っていうのを受け付けて俺。俺北朝鮮に行くけど質問あるそうそう、それそれそれ。そ,それやったらしいんですよ。そしたらですね、あの、結局、いろいろ分かったのがですね、うん、あの、まあ、こういう、ことだと。え、いろいろ聞いたんだけど、あの、5日間訪問したと。はい。で、えー、 ピョンヤンの人々、どうなのと、痩せてんので確かに痩せてるんですけど、実際、俺がその質問に答えたパターンですけど、意外と裕福になってるんじゃないか、都市部、実際行って、田舎には全然行かせてもらえなかったけど、都市部はかなり発展してて、相当裕福なイメージになってるよねということを言ってました、これ1点目です。じゃあ、北朝鮮の人々って餓死してんのと。 いう話がネットでやっぱり来たらしいんですけど、いや、栄養不足っぽい人、太った人はほとんどいなくて、栄養不足っぽいんですけど、ガシっていうのはほとんど見受けられまん北朝鮮で太ってるの、一人しかいないね。でね、じゃあ、誰が太ってるのって話なんですけど、軍の人間が、しかも上に行けば行くほど太くなる。確かに、そうですね。なので、軍の高官の階層が上がっていけば行くほど太っていくという傾向が見られると。 服装はどうですかという話を聞いたらしいんですけど、ヒッピーとかパンクはさすがにないけど、意外と中国からいろんな服が密輸というか、入ってくるんで、全然そのところはなかったよで実際、じゃあ、現地に行って、アメリカのイメージ、アメリカ人の記者なんで、アメリカのイメージどうなのか聞いてくれって言われたら、アメリカ人に聞くと、ですねいじめる虎とか、いじめる虎がアメリカであると。 それを我慢して耐え忍んでいるのが我々、北朝鮮というハリネズミだと、虎とハリネズミの、そんなこういう構造だと、収容所の話も聞いてこいって言われたらしいんですよ、現地の人に勇敢なことにこの人、収容所があるらしいですけどどうですかって聞いたらしいんですね、現地の人、は収容所なんですか、それみたいな、存在しないことになってると、知らないっていうことですね。政治犯が 送られるところそうです、はいはい、でそれは、まあ、なんとなくもう噂で出てるんですけど、うん、現地の、まあ、特にピョンヤンに、大都市、ああいう都市のね、うん、ピョンヤンにいる人は全くそんな意味わかんないなんの、なんの話ですから、うちにそんなのありませんよと、ね、本気で言ってたそうです、はいまあ、その、北朝鮮強制収容所に生まれてっていう、この DVD が、うん、ここに僕は、あのなんかね、はい。持ってきてますね、まあよかったら、4000くらいですね、あっ、3000いくら、これは映画なんですか<れ>映画です ドキュメンタリー映画ドキ,ュドキュメンタリー映画です、こ<ー>れはやばいっすあ、そういうのあるんですか、ねはい、どういう内容なんですかこれえと、強制収容所で生まれたんですよ。は、うん、そのな存在しないはずのそうそうそう、で<は>、まあ、要は犯罪者とか政治犯とか悪いことしたやつが送られてくるんだけども、はいそね、まずその女は送られてくると、大体、はい、いいそこの,その監獄を見つけてるやつにやられちゃうそうです、美人は。 きついな <laughs> 美人がやられて子供が生まれると殴り殺されるそうですうわ子供が生まれちゃうと,とかうわまあそういうふうな話なんですきついですね6歳から強制労働させられて <laughs> これ6歳から強制労働、えー、と母親と兄貴が脱獄をしようと計画してるから一国するんですよ<は>自分の 自分の母親とあ、だから、ここで一番問題なのは、はいはい、家族の愛っていうものがどういうものか知らないんですなるほど、なるほど、なるほど。この生まれた子供は最初からそういう、で、こいつも疑われて、はい、拷問されて腕が曲がってて、うもう足も傷だらけ。いや、これ本当の話なんですか、これこれ本当の話。だって、本人、腕曲がってたもん。<ー>で、あの、で、えっと、母と兄の、 結局その自分の母親と自分のお兄さんですかをクったんだけど自分も疑われてて拷問受けたんだけど嫌疑が張られて出てきた時に母と兄の公開処刑を見たマジかよきついだけど見せられたんだけど自分は何の感情もわからなかった家族の愛っていうのはないわけよそれが映画になってるんですからその 喋ってる内容を CG みたいなアニメで表現してるうわ密告することはずっと子供の時から教わったけど親が死んだ時泣けとか教わってないと知らないんだそう知らないと人格的に破壊されてますねで強制収容所とか他から人が来るじゃないその時にいろいろ聞いたらもともと食い物はトウモロコシが食ってないネズミが出てきたら大変なことでええ うわあ、ドア閉めろって言って、もうみんなでバーってす殺して。ネズミを食うと。ネズミを食うと、焼いて、で骨ごと食うみたいな。<laughs> <わ>それが一番の料理だったんだけど。あの、外から。来た人が。<で>は,いは,いはい、はい、はい。俺はチキンを食ったことあると。俺バーベキュー。食ったことあるバーベキューとか、やったことある。で、だから、その。<ー>それに偉い食いついて、で、あの。 いろんな話聞いても強制収容所から外世界知らないから北朝鮮の中で北朝鮮の中で出ることすら想像してないとも思わなかったのそこで育ったからだから出ることも想像してなかったんだけど外に出たらチキンが食えるって聞いてそれで出たくなってその教えてくれたやつと。 脱獄する時で脱獄するときに最後鉄格子のところに当たってショートするのね脱獄しようって言ってくれた人が感電死してそいつの上を乗り越えて逃げたうわすさまじいなう。凄まじいなを越えてですよそこで北朝鮮にまず 入って、そこからまあ韓国に、入ってってかまあ北朝鮮の普通の市場とか、そいうところだから韓国に来た時よりもショックだったなって、収容所に生まれて生活してたのが、実際の社会は北朝鮮ってこうだなってい初めて、そこが一番ショックだった。まあいろんなね、面白い話がいっぱい、あの一言一言が重いというか、なるほどね、あるんでぜひちょっとこう興味あった人は。 ぜひぜひ、はい、買っていただいて今日は僕は、OK、ヘビーですねこれなかなかそうはいでもあこれ1回有名なんですかその,その筋の方々にはやっぱりそう、ね、な有名な多分あの僕の兄がはい アメリカ行ったこれ見てアメリカってのはいろんな面白い映画やってるよとか北朝鮮のほうがこうだこうだ何個か紹介してくれたんだけどそのうちの一つがちょっとその DVD で僕が発見したからそれでまあちょっと今日なるほどだから興味あったらぜひぜひほぼまあまあネタバレしたけどまあ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 ネタバレしたけどもはいありがとうございます どっから入ったいいか分かんない人は戦略の改この CD からスタートしていただけたらと思ってますで近く戦略の階層の CD 買いますと2で年届いた会社も辞めて次に進むため考え方を鍛えたく購入してもらうと是これは企業にはぴったりですなるほどね企業にぴったりというか割とこの CD っていうのは戦略ものなので奥山さんの CD は結構企業ビジネス系には相当強いです なるほど。これはもう、僕は自信持って、い。言います。というのは、戦略の改装とか、い。ろいろ学び出してですね。ええ。業績が良くなりました。お、誰がですかうちですよ。おおおお、そうですかあうちももちろんもちろんもちろんそうですよ。驚いちゃいました、今。はい。誰が、誰が言ってんのか。中小度高いですから。ああ。はい。それゃ良かったもちろんですよ。はい。活用していた、み、自ら活用して自ら活用してる。はい。もちろんですよ。なるほど。和田さんもこれ、あの、話も入ってますけどね、いろいろね。はい。そうです。いやそれはいいです。 フォースターニングの CD を聴きましたと。戦略の回想も実践編と呼べるものでしたということで、最近仕事で戦略の回想を活用できるようになってきたのですが、自分の将来の面で生かしきれずにいました。その中で今回、解説にあった戦略会議をやってみました。という。戦略会議、あれですね。ありますけれども、いろんなことで、実はね、こういうご意見、多いんですよ。で なんで紹介してくれないですかいや、時間がないから、この放送が。でも聞いて、なんか隠してるみたいだね。聞いて感動したから、どんどん人生よくなってますよとか、やたら勉強になりましたっていうご意見を勉強になりましたっていう意見は僕は聞きたいですよ。来てるんですよ。いやいや、勝手に見てくださいそうですゃ番組でやると、ちょっと長くなってしまうんだけども、やっぱり。 あのー、ね、点が線になったような累積戦略が純戦略に変わって。感じでしょうか,とか。いろいろ、あのー、ご意見をいただいております。しいすね、やっぱりちょっと壁を破るということとかね。ねあと、やはり、はい、人生をどう有意義に過ごすかということに関しては。戦略的に考えていただきたい。はい、すごく使えるものになっているというふうに思いますので。ぜひぜひ、えー、ぜひご活用ください。も買っていただけたらと思ってます。はい